婚や別居などで子どもと会えなくなった親が子どもの養育に関わっていく形を考える会が岐阜市で開かれました。子どもに会えない親のための実践講座は岐阜市橋本町のハートフルスクエア G で開かれました。講座を主催した親子交流を考える岐阜の会は、離婚や別居が原因で子どもに会えなくなった親たちが集まり、去年12月に設立されました。講師として招かれた共同親権運動ネットワークの宗像満さんは、日本の法律は離婚した両親のどちらか一方が子どもの親権を持つ単独親権制度を採用していることに触れ、日本はすでに離婚大国になっている、子どもの養育について離婚後も共同で決定権を持つことができるよう法改正をすべきと話しました。